この原始的なトリックを使った悪魔の声が。レンノさんが意識を取り戻したら誰が犯人かすぐ分かっちゃうと思うからさ。それ本当かよコナン。多分な。あの携帯には特殊な発信機を博士に内蔵してもらってっから、博士んちのパソコンで見ればバッチリ位置が分かるって寸法さ。だよな博士。え、そんな発信機埋め込んだ覚えはないぞ。それも大丈夫、ロックかけてあっから。ま、おめえらには絶対解けねえ4桁の暗証番号だからな。110だな。お前すぐ警察呼べって言うし。4桁って言ってんだ。まさか4869じゃないでしょうね。あなたシャーロキ。え、そんなわけねえだ。4869明るいじゃねえかよ。あのガキどうした。やはりあんただったか、八越武さん。おじさんが僕の携帯を胸ポケットに入れててくれたおかげでバッチリ取れてたよ。悪魔の声がね。